キャビア酒の卵イクラとチョウザメの卵キャビアの味を損なわないよう、キャビアスプーンに乗せたものキャビアは、チョウザメの卵巣をほぐしたものの塩漬け。オードブルなどで供される高級食材である。一般的には、キャビアとは、チョウザメの卵巣をほぐしたものを指すが、ヨーロッパの多くの国では、魚卵の総称として、キャビアということもある。逆に、ロシアでは、魚卵全体をイクラと呼び、 キャビアは、チョルナやイクラーすなわち、黒い魚卵と呼ぶ。漢字表記は5。国連食糧農業機関の定義によると、チョウザメから取った魚卵製品だけが、キャビアと呼ばれることができ、その他の魚卵で作られた類似食品は、キャビア代替品として分類されている。この定義は絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約にも通用し、 世界自然保護基金、そしてアメリカ合衆国とフランスの税関が採用している。イランの様々な色の魚卵主な産地はロシアで特にカスピ海と中国国境沿いのアムール川が有名。またカスピ海はイランにも面しているためイラン産のキャビアもよく知られている。古くはヨーロッパ沿岸河川、北米大西洋沿岸でも商業的に生産されていた。 カスピ海に生息するチョウザメの種類によって、卵の粒の大きさとブランド価値が異なる。大きい順にベルーガ、オシェトラ、セブルーガキャビアと呼ばれる。アムール川に生息するカルーガ、アムールスタージョンの卵で作られるキャビアも高品質なものが2014年頃から市場に出いる。なお、その他の地域に生息するチョウザメの仲間からもキャビアは生産される。 キャビアは世界各地で作られているが、チョウザメの種が同じでも、餌としているプランクトンが異なると、キャビアの味にも違いが生じるため、カスピ海産のキャビアの価値は相対的に高い。そして、同じカスピ海産でもイラン産のキャビアとロシア産のキャビアでは、ロシア産の方が高級である。川を遡上するチョウザメを捕らえるロシア式に対して、 イラン産のキャビアは釣った蝶ザメから採取されるため、ストレスがかかっており、使われる塩も、ロシアのものと違う、という理由からであるという。蝶ザメメの種は全てワシントン条約の規制対象となっている。これに加え、条約の締約国会議決議において、蝶ザメメの収納化された、未受精卵の国際取引について、定約国は、キャビアの製造を、右施設等の登録制度を、 各種、キャビアをレル容器に採取が不可能なラベルを調布するといった国際等ラベリング制度を実施、この採取、不カラベルが調布されていないキャビアは輸してはならない、胸が勧告されている。野生チョウザメの捕獲が禁止されている中、世界各国は養殖によるキャビア製造の道を歩んでいる。2020年時点、最も大規模な養殖キャビアを産出。 輸出している国は中国であり、世界市場の70%を占めている。特に、千島湖で大規模に養殖されており、ルフトハンザドイツ航空が、ファーストクラスで提供するなど、品質も向上している。種類は主に、カルーガ、オシェトラ、アムール、シベリア、ハイブリッドだが、ベルーガも少量生産している。中でも、カルーガは一番品質が高く、安定供給ができている。 カスピ海でも、金量を受けて漁師が養殖に転向しているが、大量供給が可能な中国に対抗するため、品質を重視したベルーガに絞る例もある。フランス語、英語の、キャビアは、イタリア語、またはトルコ語から伝わったもので、その起源はペルシャ語の、コビアーにある。卵を意味する、カイアと、産むことを意味する、ダーからなる。キャビアの語源に関しては、アメリカ人女性作家、 インガサフロンの著書、キャビア、ザ・ストレンジ・ヒストリーアンサートン、フューチャー・オブ・ザ・アールズ・モースとカバテッでデリカシーの中で詳しく検証されている。英語圏では、魚卵を意味するロイという言葉があるが、フランスの影響で、タラコやイクラのことを、コット・キャビア、サーモン・キャビアと表記されることも多い。日本では、キャビアといえば、チョウザメの魚卵のみを指す言葉と思われがちだが、欧米では、 このように講義ではいくつかの種類の魚の卵を刺すことがある。チョウザメベリューガチョウザメの仲間の中では最も大きく体長3から4メートル、体重300キログラムを超えるものもある。普通は体重100から200キログラムでその約15%にあたる15から30キログラムがキャビアとして取れる。成熟まで約20年を要する。近年漁獲量が減少し、 希少価値が高まっている。卵のサイズは 1g あたり30粒と大きい。キャビアの特徴は大粒なこと。色の濃淡はあるが灰色で明るい色ほど好まれる。皮は柔らかくマイルドである。アムール川に生息する大型のチョウザメであり、現在中国で最も養殖に成功しているチョウザメの一種である。中でも中国雲南省で産出されたカルーガは、 特に高く評価されている。成熟するには、最低12年が必要。オシエトラカスピ海に生息する2種類のチョウザメを指す。いずれもチョウザメ類の中では、平均的な大きさで体長2メートル、体重40から80キログラム。成熟に8年を要する。キャビアは1グラムあたり50粒と中流で、色は茶色がかった灰色からゴールドまで変化に富む。カルーガ同様、 アムール川に生息するチョウザメ。中国で大規模養殖に成功し、世界史上で主流なキャビア品種になりつつある。セブルーが小型でスマートな体型をしている。口先が尖っているのが特徴。体長は最大で1から1.5メートル。体重は25キログラムを超えることは滅多にない。成熟にかかる時間は比較的短く平均8から9年である。 キャビアは 1g あたり70粒と小粒で、色はアンハ灰色。繊細で独特な風味がある。スターレット代わり蝶ザメ。カスピ海では滅多に取れないため、そのキャビアはロシア工程への献上品とされていた。従来、一般の輸入キャビアでは保存期間を長く保つため7から10%の塩分濃度で塩漬け処理されており、キャビア本来の味が その強い塩分に負けてしまっていた。原産国でのみ3から5%前後で処理された減塩のキャビアが楽しめていたが、流通と放送技術、製造環境の改善によって低い塩分濃度で処理されたキャビアも半年以上保存できるようになり、近年では旨味が豊富な熟成キャビアが世界市場で主流となってきている。なお、ヨーロッパ向けキャビアには、 輸入業者の在庫リスクを下げるため、その要求に応じて、防腐剤として、放酸を添加している。アメリカや日本向けのキャビアには、放酸の添加はできないゆえに、流通を考慮して輸入後にパックされて、温殺菌で、処理されるものも多いが、そうした処理で熟成が止まり、食感の低下にもつながる。したがって、少量なおかつ頻繁に輸入販売されている生の、 熟成したキャビアこそ上質なものとして期待できる。なお、放酸の添加はキャビアの風味自体に関わっており、放酸が添加されていないキャビアはヨーロッパ向けのキャビアに慣れた人の好みには合わないと言われる。日本の食品衛生法ではキャビアの食品添加物として安息抗酸を添加することが認められている。 使用基準は 2.5g、kg 以下であり、安息鉱酸の使用基準としては他の食品よりも高い。ただし、安息鉱酸の1日摂取許容量は0から 5mg、kg、0であるため、大量のキャビアを毎日食べ続けるような食生活をしない限り、害はない。殺菌は密閉できる、ガラス瓶等にキャビアを入れ摂取63度で約30分ほど湯煎する。 この低温殺菌処理により、キャビア本来の風味と食感が変わるので、低温殺菌されたキャビアを、パスチャライズキャビア、低温殺菌されないキャビアを、フレッシュキャビアと分けて呼ばれる。キャビアの関西菌では、チョウザメの漁獲口が激減しているため、キャビアの値段が高騰しており、問題になっている。チョウザメ類は、成長に長い年月がかかりまた成熟してからも、 非常に長い寿命を生きて何度も繁殖する動物で、あるが、漁獲して、キャビアを採取すると個体を殺してしまうため、何十回分もの繁殖の可能性を一度に奪う、ことになる。これは、同じようにその魚卵が沈長されるが繁殖が生涯に一度だけで、ある鮭と大きく異なる点である。それゆえ、キャビア漁業は、卵獲に陥らないように厳しい資源管理を必要と、する。 しかし、ソビエト連邦の崩壊後のロシアでは、長ザメ資源の管理体制が崩壊して、闇市場での流通が激増し、個体群によっては無秩序な乱獲により絶滅に瀕するに至った。その結果、2006年のカスピ海産のキャビアの国際取引は、ワシントン条約事務局によって、当面禁止された。中国の養殖物では2020年時点で、 最高級品が1 0 0ムあたり約27万円であるが、種類によっては1万円台もある。こうして、世界的なキャビアの需要と供給に大きなギャップが生じたことを受けて、先進諸国を中心に1990年代から大規模なキャビア養殖が始まった。養殖種は、北米太平洋側に生息する白鳥ザメ、シベリアを流れるレナ川産のシベリア蝶ザメが多く、また、 各国に生息する種類も養殖される。世界自然保護基金の調査によると、2020年時点で流通量の90%が養殖とされる。日本などでも長ザメの養殖が試みられており、成果を収めつつあるが、その主な種はベステルである。ベステルは、ロシアで食肉用及びキャビア採取のために開発されたベルーガとスターレットの交配種である。病気に強く、 ベルーガの血が入っているのでうまく、スターレットの血が入っているので早く成長するという長所を持っている。カスピカイ産のキャビアは瓶のラベル色で、どの長ザメのキャビアかがわかるようになっていた。ラベルには、青、木、赤があり、青はベルーガ、木は、オシェトラ、赤は、セブルーガから取れたキャビアを示していたが、カスピカイ産以外のキャビアが増えた現代ではこの、 ラベル識別にとらわれないものもある。もともと、瓶詰キャビアを3色のラベルで識別する方法は、カスピ海に生息するチョウザメの種類によって、キャビアを春別するためのものであり、カスピ海のチョウザメの減少により、他の地域に生息するチョウザメからもキャビアが採取されるようになった現在では、この3色のラベリングにとらわれないものが流通している。また、 キャビアはその卵系の大きさで等級が分けられる。卵系の大きさは、ウザメの種類によって異なり、その大きさは、ベルーガ、オシェトラ、セブルーガの順となるので、等級も青ラベル、キラベル、赤ラベルの順となっている。しかしながら、この等級とキャビアの味は一致するものではなく、キャビアの味は、製造条件、貯蔵状態、 製造してからの日数によって左右され、パスチャライズキャビアよりフレッシュキャビアの方が格段に美味しく、特にマラサルと言われる塩分5%以下のキャビアは高級品とされている。日本でも養殖によるキャビアの生産が行われている。近畿大学の近代キャビア、キャビックの瀬戸内キャビア、森の恵みの平家キャビアのほか、静岡県、岡山県、 島根県、広島県などでブランド化されたキャビアが生産、販売されている。日本でのキャビアの食され方は、卵かけご飯に加えるなど多様であり、専門店もある。日本国内の養殖業者は、輸入品より塩分濃度を低めに仕上げて皮を柔らかく、味をまろやかにしているほか、蝶ザメの品種などを、店側が指定するオーダーメイドに応じることもある。個別の取り組み、 編集宮崎キャビア1983編集宮崎県では1983年に長ザメの養殖技術に着手2004年に全国で初めて卵を孵化させ育てた生魚から卵を採取する完全養殖に成功2011年には長ザメの稚魚の量産技術を国内で初めて確立した宮崎県内の養殖業者により立ち上げられた 宮崎長ザメ普及促進会は2013年冬、宮崎産フレッシュキャビアとして発売を開始すると発表。2013年11月22日、宮崎キャビア1983という名称で全国発売が開始された。2013年は 15kg、2014年は 60kg、2015年には 200kg を出荷し、 2019年に2 0 0 0ラムの出荷を目指している。2015年9月18日、経済産業省と水産庁が宮崎県などが生産する国産キャビアの輸出を解禁した。2016年、島伊勢サミットの食事会で提供された。2017年3月8日、宮崎産キャビアが国産キャビアとして初めて海外に輸出された。輸出先は香港。 2019年、台北ハサップ加工施設として認可され、ニューヨーク、ラスベガスへの輸出を開始した。2020年8月には、大淀川で、チョウザメが釣れたという報告が相次いだ。養殖場は逃げ出した可能性を否定しているが、宮崎県は、洪水で逃げ出した可能性があるとして、調査を行っている。チョウザメは、ワシントン条約により、 取引が制限され以前は輸出できなかったが政府は国産キャビアの海外輸出を2015年9月18日付で解禁した国産キャビアの輸出には養殖や加工施設の公的な登録制度容器に原産国や採取時期などを記した国際統一ラベルの導入が求められるなお2018年時点の登録者は以下の通りである日南長ザメ 養殖場株式会社ジャパンキャビア株式会社加工場中幸いグミザメ養殖場井上酒造株式会社アユの吉野アクアプランニングエスアクアファーム長友うなぎ落イ遺伝養殖場新富養殖場エビの養殖場松本水産株式会社上位系、養殖場合同会社特広東の建設有限会社小林町ザメキャビア協森会 水長水産株式会社加工場、南国交産株式会社水産養殖場、東香川翼キャビアセンター春のキャビアバレー2017年3月8日、宮崎産キャビアが国産キャビアとして初めて海外に輸出された。2018年には春キャビハーが海外に輸出された。キャビアのコピー食品であるイミテーションキャビアも存在しており、アブ油ガキャビア、 ランプフィッシュキャビアが流通している。また、人工イクラのように人工キャビアも流通している。ありがとうございます。